私すっかりセノーテの虜になっておりまして、2日連続のセノーテです。今日はあの地元の人もおすすめするセノーテイキルに行きたいと思います。これはあの有名観光地の、チェチェンイッツァから近い、セノーテなんですけれども、まあ、とにかく素晴らしいセノーテということで、もう昨日から楽しみにしておりました。まあ一言にセノーテといっても、その一つ一つも全然環境もそうですし、雰囲気とか全然違いますんでね、まだ2つしか行ってないですけど、とにかくセノーテ生きるね、楽しみです。バジャドリードからコレクティーボで、出てますので、結構安く行けるんじゃないかなと思います。毎日セノーテでもいいな。毎日プールに入る感覚で聖なる泉に入る、めちゃくちゃ楽しみです。さてセノーテ生きるに着きました。かなり遠かったですね。車で40分はかかったんじゃないかな、バジャドリードから。あの衝撃的だったのは、事前にネットであの入場料確認したんですよ。そしたら80ペソって書いてあったんですけど、実際にエントランス行ったら150ペソでしたね。もう年々多分高騰してるんで、入場料が。これは多分もう1年後2年後とかはまたさらに値上がりするでしょうね。まあ数百円っていうとこですけど、まあ来れる時にね、ここはもう起きておかないとということで、団体さんがねちょうど後ろにいるんで、なるべく早くあの入りたいとこですが、どこなんでしょうか。